2023年6月初旬に反転攻勢作戦を開始したウクライナ軍はいくつかの攻撃軸で攻勢に出ているものの、南部ザポリージャ州のオレホボから南のトクマクを経てメリトポリの奪還を目指す部隊は、ロシア軍が構築した塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車防御用の障害物による見えの防御ラインと、尋常でない密度で地雷が埋設された地雷原に悩まされ、進軍速度が遅いことが指摘されていたんだ。しかし、ここに来てオレホボの南にあってロシア軍が拠点としていたロボティネを奪還してからその進軍速度に弾みがついたとみられ、イギリスの BBC 放送による報道やロシアの軍事ブロガーがテレグラムに投稿した情報によると、ロボティネの東にあるベルボベにウクライナ軍が大規模な攻撃を仕掛けているとされ、同集落では火災が発生しているというぜ。そうだね。さて今回はそんなウクライナ軍がザポリージャ州で戦線を拡大している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、BBC 放送は衛星画像から、8月30日の時点でウクライナ軍がベルボベの西に到達していることが確認できたとしているよ。またロシアの軍事ブロガーは31日に30日の午後、ウクライナ国家親衛隊の第15特務旅団が砲兵部隊と、ウクライナ空軍のスホイ25の支援を受けてベルボベの西の郊外において強力な威力偵察を行ったとして、この威力偵察攻撃は撃退されたものの、数時間後にはベルボベ周辺の、ロシア軍陣地に大規模な砲撃を実施して再び攻勢に転じたと投稿したんだ。そしてさらに、第82空中強襲旅団と第462空中強襲旅団の4個部隊がロボティネの北にあるチュベンコワ渓谷方向から、第15特務旅団の攻撃軸の北側からベルベーブ西郊外を攻撃し、こちらもウクライナ軍砲兵部隊がクラスター砲弾などで強力に支援したと指摘したみたい。しかしながら、このロシア側の軍事ブロガーは、この4個部隊による攻撃もロシア軍がウクライナ軍に大きな損害を与えて撃退し、ウクライナ軍は元の位置に戻ったとした上で、ウクライナ軍は戦力不足を補うため北のマラトクマチカで、待機していた予備部隊をベルボベ方面に移動させていて、ウクライナ軍はベルボベを西側から包囲して、集落への補給路を遮断するかの動きを見せていると主張したぜ。ただし、現在の最前線の位置がすでにベルボベの西に拡大していることと、三重の防衛ラインのうちの2番目のラインの一部に、ウクライナ軍が到達していて、突破する可能性が出ていることをこの軍事ブロガーは示唆しているな。このことを裏付けるかのように、さらにロボティネの南にあるノボプロコピフカ付近で、ウクライナ軍の自爆攻撃型ドローンが、ロシア軍の車両を攻撃する様子を撮影した動画が XQ Twitter に投稿されていることもあって、ウクライナ軍が第2防衛ラインに迫っていることはほぼ確実であろうとの見方が広がりつつあるんだ。また、ザポリージャ州メリトポリのウクライナ側のフェドロフ市長は現在、ウクライナ軍の支配地域に退避しながら、メリトポリ市内に残る市民からの情報をテレグラムに発信しているが、同市長によると、ウクライナ軍が奪還を目指すザポリージャ州の交通の要衝トクマクで、ロシア側が任命した市政当局者が市内から脱出し始めたことを投稿したよ。ウクライナ国防省では28日にロボティネの奪還を発表した際に、ロシア本土とヘルソン州及びクリミア半島を結ぶ、重要な補給路である陸の回廊を遮断することが反転攻勢の目的であるとして、次の目標がロボティネとメリトポリとの中間点にあるトクマク奪還を目指であるとしており、もしこのロシア側当局者がトクマクから逃げ出していることが事実であるとするならば、ロボティネから南に配置されているロシア軍が脆弱で、ウクライナ軍による第二防衛ライン突破を阻止できないと考えていることを示唆しているみたい。このことを受けたフェドロフ市長はロボティネを奪還したことにより、トクマクはもはや最前線の都市となったと指摘したんだ。日本のインターネットでは船に住むネズミはその船の沈没を予期して、停泊している間に陸上に逃げ出すと言われているが、今まさにトクマクでそれが起こっていると揶揄する声も上がっているな。また、別のロシアの軍事ブロガーが発した情報では、29日から30日にかけて発生した、
ロシア北西部プスコフ州の空港などでのウクライナ軍によると見られるドローン攻撃をめぐり、軍事ブロガーの一部はこれらの攻撃にラトビアやエストニアが関与しているとの見方を示したが、イギリスの BBC によると、ラトビアのムールニエツェ国防相が30日にこれはロシア軍がツポレフ 22M3 爆撃機や、イル76輸送機などを損失した事実から国民の目をそらすためのでっち上げだとして否定しているぜ。さらに別の7万人以上のフォロワーを持つロシアの軍事ブロガーは、ウクライナ軍が奪還を目指すヘルソン州の、ドニプロ川東岸に展開しているロシア軍部隊において、榴弾砲などの火砲や弾薬などが不足していることを明らかにしたらしい。それによれば、ロシア軍の旅団司令官は以下の指揮官たちは、火砲による支援や、偵察用ドローンを飛ばすこともなく自軍の兵士を前線に送り込んでおり、そのためにロシア軍の兵士が次々にウクライナ軍によって殺害されているというぜ。さらに別のブロガーもまた、ヘルソン州に配置されているロシア軍の第205旅団はウクライナ軍が渡河した。ドニプロ川の中州からウクライナ軍を撃退する命令を受けているものの、同旅団を支援する榴弾砲や、多連装ロケット砲システム MLRS が不足しているだけでなく、偵察用ドローンがないために、ウクライナ軍の配置状況などを把握することができないばかりか、弾薬食料も不足しているために、このままでは壊滅させられる恐れがあると、旅団の兵士などからの報告が届いているとしているよ。榴弾砲弾やロケット弾などの弾薬が不足しているのはウクライナ軍も同様とみなされているけど、ウクライナではここに来て国内での武器弾薬の生産力が向上していることが伝えられているみたい。ウクライナのレズニコフ国防相は28日に開催された記者会見で、複数の強力なプレイヤーが同国の武器市場に参入する見込みであることを明らかにしたんだ。レズニコフ国防相は8月末か9月の初めに、良いニュースがあるだろうとして、複数の強力な武器製造企業がウクライナの武器市場に参入する予定で、いくつかの契約が結ばれるはずだと述べたね。同国防省によれば、ウクライナ国内で9月下旬もしくは10月上旬前後の日程で、防衛産業フォーラムの開催を計画しているとされ、武器市場における強力な武器製造関連企業がおよそ50社以上参加する見通しであるというよ。レズニコフ国防省はさらに、ウクライナ国内においては国産兵器の生産が大幅に向上していることを明らかにし、西側諸国から供与されたものの砲弾不足が伝えられている。155mm 弾砲弾の開発が進み、テストを終えて製造が開始されていることも明らかにしたね。同国防省は、155mm 榴弾砲弾の製造契約はすでに締結されていて、最初の発注も実施済みであるとした上で、我々はそれらの国内で製造された砲弾を直ちに最前線の部隊に送ることになり、さらに生産を拡大させる計画も検討されていると付け加えたんだ。ただ、その一方で旧ソ連製榴弾砲用の 125mm 砲弾は依然としてテストを繰り返している段階にあるとし、122mm 砲弾の生産は困難が生じていて進んでいないことも明らかにしたぜ。ウクライナ国内では長射程の弾道ミサイルやミサイル迎撃システムの開発も進められていて、この先の資金確保の問題などが囁かれていて、既存の兵器購入に充てるか、あるいは国内の兵器開発や製造に投資して西側諸国からの援助が途絶えたとしても、ロシアと戦える体制を作り上げるかについて議論が重ねられているというしな。ウクライナのゼレンスキー大統領は28日夜のビデオ演説でレズニコフ国防相のコメントに同調して、ウクライナ国内の武器弾薬生産能力を最大化していると述べた上で、我が国の防衛産業はより良い成果をもたらすだろうと主張したね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシア国営タス通信などが報じているところによると、ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相が9月5日に開始された国防省幹部やロシア軍関係者との電話会議において、ウクライナ軍が6月初旬から展開している反転攻勢作戦のうち、南部ザポリージャ州一帯での展開に対して発言しており、最も緊迫した状況がザポリージャ方面で続いているとしているよ。
アメリカのカービー戦略広報調整官は1日、南部ザポリージャ州での戦闘について触れ、この地域のウクライナ軍ではこれまでの72時間で、注目すべき進展があったと明らかにしており、ウクライナのマヤル国防次官もまた1日に、地元テレビのインタビューに答えて南部ザポリージャ州の一部では、ロシア軍が構築している三重の防衛ラインのうちの第一防衛ラインを突破したと述べたな。またウクライナのゼレンスキー大統領は2日、やはり南部ザポリージャ州においてはウクライナ軍が前進し続けていると述べ、6月に始まった反転攻勢においては、これまでに一定の成果が出ていることを強調したぜ。そうだね。さて今回はウクライナ軍が南部ザポリージャ州にて第2防衛ラインに到達した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカのカービー戦略広報調整官やウクライナ側が、相次いでロシア軍の第1防衛ラインを突破したと伝えていることに対して、ロシア側の然るべき筋からザポリージャ州での戦況が緊迫していると発信されたのは初めてで、ロシア国防省がウクライナ軍の反転攻勢に危機感を抱いていることを示唆する発言だとされているね。しかしながら、ロシアのショイグ国防省は会議の中で、反攻開始から3ヶ月間が経過したが、ウクライナ軍は目的を全く達成できておらず、西側諸国から軍事支援を受け続けるために成功していることを誇示していると主張したぜ。そして、現時点で最も激しい戦闘が行われているのはウクライナが西側諸国からの支援によって、訓練を受けた予備的兵力を投入している南部ザポリージャ州方面だと説明し、その一方で東部ハルキウ州のクピャンスク攻略を視野に入れて攻勢に出ている東部戦線のロシア軍部隊が前進していることを強調したってわけだ。その上で、ショイグ国防省はウクライナ軍は6月の大規模反転攻勢作戦を開始して以来、これまでに6万6000人以上の兵員と7600以上の戦車などの戦闘車両を失ったとして、ウクライナによる反転攻勢作戦は失敗していると指摘したことをインタファクス通信が5日に報じたな。ウクライナの国営通信によると、ウクライナ軍報道官はロシア軍がメリトポリ方面の戦線において構築した防衛ラインは30で、2023年春から初夏にかけて構築されその際の指揮を取ったのが総司令官を更迭されていた。セルゲイ・スロビキン上級大将であることからスロビキンラインとも呼ばれているね。ロシア軍は工兵部隊と民間受け負い業者を使って流の派とも呼ばれているコンクリート製の対戦車障害物をばらまき、幾重にも連なる塹壕を掘り、その上で防衛ラインの外側には広大な地雷原を設けて高密度に何十万個という地雷を埋めたとされているんだ。反転攻勢作戦におけるウクライナ軍は、進軍速度が遅いことを西側諸国からも指摘されていたが、おそらくは広大にかつ濃密に設置された地雷原に悩まされていたものとみられ、この第一防衛ラインを突破したことによって、進撃速度が上がりつつあるのではないかとみられているみたい。これまでウクライナ軍が把握している防衛ラインに配置されているロシア軍の戦力配分の割合では第一防衛ラインに 60% を配置し、第2防衛ラインと第3防衛ラインにそれぞれ 20% ずつと見られるとの見方を示していて、第2防衛ラインについては一番外側の第1防衛ラインと比べれば技術的にそれほど強固なものではなく、地雷原での地雷密度は低く数そのものも少ないというよ。ウクライナ軍の進軍状況についてアメリカのシンクタンク戦争研究所が、インターネットや SNS で公開されている動画や画像を分析したところによると、ここに来てウクライナ軍はメリトポリ方面への進軍が加速していることが明らかになっていることを指摘して、ウクライナ軍が戦術的に進展しているとしているんだ。この分析を裏付けるかのように第一防衛ラインを突破したウクライナ軍は、トクマクの北にある要衝の集落ロボティネを奪還した上で、さらにその南にあるノボプロコピウカと東にあるベルボベの奪還を狙う動きが見られ、これまでとは異なる速い進軍スピードを見せていて、これを阻止するためにロシア軍ではメリトポリ方面の交通の拠点で防衛上の要衝であるトクマクに、東部戦線における強力な予備戦力として温存していたとみられる空挺師団を移動させて最前線に投入したことが伝えられたな。
これについて、ロシアのショイグ国防相が南部ザポリージャ州ではウクライナ軍の反転攻勢が失敗し、東部ハルキウ州ではロシア軍が攻勢に出ているとする発言とは矛盾する配置であると指摘する声が上がっているぜ。この予備戦力とされている部隊はロシア空挺軍の第76新鋭空挺師団と見られていて、予備戦力とはいえ精鋭と言われるロシア空挺軍の中でも精鋭中の精鋭とされている師団で、3個空中機動連隊を中心として1個戦車大隊に1個防空連隊などによって編成されているってわけだ。アメリカのフィラデルフィアにあるシンクタンク外交政策研究所では、第76新鋭空挺師団はおそらく現在のロシア軍における最高の精鋭師団であり、これまでのところ他の地上軍部隊と比較して消耗が少ないと見られていると述べていて、ロシア軍の予備戦力とされている部隊の中では盛況な部隊であると述べているが、実のところ同師団はこれまでにウクライナでの戦闘に参加しているため無傷で温存されていた予備戦力というわけではないんだ。第76新鋭空挺師団は、ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降、そのほとんどの期間において最前線に配置されていて、戦争初期の数週間はウクライナの首都キーウを占領しようとベラルーシから侵入した軍団に配属されていて、キーウ攻略戦に参加しており、作戦失敗後に明らかにされたキーウ近郊ブチャでのウクライナ市民虐殺に関与していたことが伝えられているよ。4月にロシア軍がキーウ占領を諦め、ウクライナ中北部から撤退した後は、保有新型の T90 戦車に T72 戦車の最新改修型や BMP に、BMD などの歩兵戦闘車とともに東部ドンバス地方の戦線に投入され、2022年8月には、南部ヘルソン州において反転攻勢作戦を実施して、ヘルソン州奪還を狙っているとの陽動作戦に見事に引っかかったロシア軍上層部によってヘルソン州に移動させられるなど、ウクライナ各地を転戦していたね。その陽動作戦の成功によってウクライナ軍は、手薄になっていた東部戦線においてハルキウ州の非占領地のほとんどを奪還した上に、ヘルソン州においてもロシア軍の後方兵站を長射程の GPS 誘導ロケット弾によって叩いたことによって、ヘルソン州のドニプロ川西岸からロシア軍を撤退させて奪還解放したことは記憶に新しいな。ただ、劣勢となっていたヘルソン州の他のロシア正規軍部隊とは違い、ヘルソン州における第76新鋭空挺師団はウクライナ軍に大きな損害を与えていて、ウクライナ第35海兵旅団が大損害を受けたことなどが報告されており、それらの戦いぶりから精鋭と評価されていたのであるが、2023年6月にはロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊がバフムートから撤退する際に、交代する部隊としてバフムート近郊に配備されたものの、予備戦力として後方に下がって消耗した部隊の戦力補充と再編成などを実施していたと見られていたぜ。今回この強力な予備戦力を東部戦線から引き抜いたことで、ショイグ国防相が攻勢に出ているとしたハルキウ州の戦線にも影響が出るとの見方があるほか、盛況とされながらも動員された予備役と、旧式の戦車などの戦闘車両で編成されたこの師団の戦力を疑問視する声も上がっていて、ウクライナ軍が第2防衛ラインも突破する可能性が高いとする見方が出ているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシア国営タス通信などが報じているところによると、ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相が9月5日に開始された国防省幹部や、ロシア軍関係者との電話会議において、ウクライナ軍が6月初旬から展開している反転攻勢作戦のうち、南部ザポリージャ州一帯での展開に対して発言しており、最も緊迫した状況がザポリージャ方面で続いているとしているんだ。アメリカのカービー戦略広報調整官は1日、南部ザポリージャ州での戦闘について触れ、この地域のウクライナ軍ではこれまでの72時間で、注目すべき進展があったと明らかにしており、ウクライナのマヤル国防次官もまた1日に、地元テレビのインタビューに答えて、南部ザポリージャ州の一部では、ロシア軍が構築している三重の防衛ラインのうちの第一防衛ラインを突破したと述べたぜ。
またウクライナのゼレンスキー大統領は2日、やはり南部ザポリージャ州においてはウクライナ軍が前進し続けていると述べ、6月に始まった反転攻勢においては、これまでに一定の成果が出ていることを強調したな。さて今回はウクライナが南部ザポリージャにて第2防衛ラインに到達した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカのカービー戦略広報庁政官やウクライナ側が、相次いでロシア軍の第1防衛ラインを突破したと伝えていることに対して、ロシア側の然るべき筋からからザポリージャ州での戦況が緊迫していると発信されたのは初めてで、ロシア国防省がウクライナ軍の反転攻勢に危機感を抱いていることを示唆する発言だとされているよ。しかしながら、ロシアのショイグ国防省は会議の中で、反攻開始から3ヶ月間が経過したが、ウクライナ軍は目的を全く達成できておらず、西側諸国から軍事支援を受け続けるために成功していることを誇示していると主張したぜ。そして、現時点で最も激しい戦闘が行われているのはウクライナが西側諸国からの支援によって訓練を受けた予備的兵力を投入している、南部ザポリージャ州方面だと説明し、その一方で東部ハルキウ州のクピャンスク攻略を視野に入れて、攻勢に出ている東部戦線のロシア軍部隊が前進していることを強調したな。その上で、ショイグ国防省はウクライナ軍は6月の大規模反転攻勢作戦を開始して以来、これまでに6万6000人以上の兵員と7600以上の戦車などの戦闘車両を失ったとして、ウクライナによる反転攻勢作戦は失敗していると指摘したことをインタファクス通信が5日に報じたみたい。ウクライナの国営通信によると、ウクライナ軍報道官はロシア軍がメリトポリ方面の戦線において構築した防衛ラインは30で、2023年春から初夏にかけて構築されその際の指揮を取ったのが総司令官を更迭されていた。セルゲイ・スロビキン上級大将であることからスロビキンラインとも呼ばれているね。ロシア軍は工兵部隊と民間請負業者を使ってユーノハとも呼ばれているコンクリート製の対戦車障害物をばらまき、幾重にも連なる塹壕を掘り、その上で防衛ラインの外側には、広大な地雷原を設けて高密度に何十万個という地雷を埋めたとされているんだ。反転攻勢作戦におけるウクライナ軍は、進軍速度が遅いことを西側諸国からも指摘されていたが、おそらくは広大にかつ濃密に設置された地雷原に悩まされていたものとみられ、この第一防衛ラインを突破したことによって、進撃速度が上がりつつあるのではないかとみられているな。これまでウクライナ軍が把握している防衛ラインに配置されているロシア軍の戦力配分の割合では、第一防衛ラインに60を配置し、第2防衛ラインと第3防衛ラインにそれぞれ20ずつと見られる、との見方を示していて、第2防衛ラインについては一番外側の第1防衛ラインと比べれば技術的にそれほど強固なものではなく、地雷原での地雷密度は低く数そのものも少ないというよ。ウクライナ軍の進軍状況についてアメリカのシンクタンク戦争研究所が、インターネットや SNS で公開されている動画や画像を分析したところによると、ここに来てウクライナ軍はメリトポリ方面への進軍が、加速していることが明らかになっていることを指摘して、ウクライナ軍が戦術的に進展しているとしているんだ。この分析を裏付けるかのように第一防衛ラインを突破したウクライナ軍は、トクマクの北にある要衝の集落、ロボティネを奪還した上で、さらにその南にあるノボプロコピウカと東にあるベルボベの奪還を狙う動きが見られ、これまでとは異なる速い進軍スピードを見せていて、これを阻止するためにロシア軍ではメリトポリ方面の交通の拠点で、防衛上の要衝であるトクマクに、東部戦線における強力な予備戦力として、温存していたとみられる空挺師団を移動させて最前線に投入したことが伝えられたぜ。これについて、ロシアのショイグ国防省が南部ザポリージャ州ではウクライナ軍の反転攻勢が失敗し、東部ハルキウ州ではロシア軍が攻勢に出ているとする発言とは矛盾する配置であると指摘する声が上がっているな。この予備戦力とされている部隊はロシア空挺軍の第76新鋭空挺師団とみられていて、予備戦力とはいえ精鋭と言われるロシア空挺軍の中でも精鋭中の精鋭とされている師団で、
3個空中機動連隊を中心として1個戦車大隊に1個防空連隊などによって編成されているんだ。アメリカのフィラデルフィアにあるシンクタンク外交政策研究所では、第76新鋭空挺師団はおそらく現在の、ロシア軍における最高の精鋭師団であり、これまでのところ他の地上軍部隊と比較して消耗が少ないと見られている、と述べていて、ロシア軍の予備戦力とされている部隊の中では盛況な部隊であると述べているが、実のところ同師団はこれまでにウクライナでの戦闘に参加しているため無傷で温存されていた予備戦力というわけではないみたい。第76新鋭空挺師団は、ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降、そのほとんどの期間において最前線に配置されていて、戦争初期の数週間はウクライナの首都キーウを占領しようと、ベラルーシから侵入した軍団に配属されていてキーウ攻略戦に参加しており、作戦失敗後に明らかにされた、キーウ近郊ブチャでのウクライナ市民虐殺に関与していたことが伝えられているね。4月にロシア軍がキーウ占領を諦め、ウクライナ中北部から撤退した後は、保有新型の、T90 戦車に T72 戦車の最新改修型や BMP に、BMD などの歩兵戦闘車と共に東部ドンバス地方の戦線に投入され、2022年8月には、南部ヘルソン州において反転攻勢作戦を実施して、ヘルソン州奪還を狙っているとの陽動作戦に、見事に引っかかったロシア軍上層部によってヘルソン州に移動させられるなど、ウクライナ各地を転戦していたよ。その陽動作戦の成功によってウクライナ軍は、手薄になっていた東部戦線においてハルキウ州の非占領地の、ほとんどを奪還した上に、ヘルソン州においてもロシア軍の後方兵站を長射程の GPS 誘導ロケット弾によって、叩いたことによってヘルソン州のドニプロ川西岸からロシア軍を撤退させて奪還解放したことは記憶に新しいよな。ただ、劣勢となっていたヘルソン州の他のロシア正規軍部隊とは違い、ヘルソン州における、第76新鋭空挺師団はウクライナ軍に大きな損害を与えていて、ウクライナ第35海兵旅団が、大損害を受けたことなどが報告されており、それらの戦いぶりから精鋭と評価されていたのであるが、2023年6月にはロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊がバフムートから撤退する際に、交代する部隊としてバフムート近郊に配備されたものの、予備戦力として後方に下がって消耗した部隊の戦力補充と再編成などを実施していたと見られていたぜ。今回この強力な予備戦力を東部戦線から引き抜いたことで、ショイグ国防相が、攻勢に出ているとしたハルキウ州の戦線にも影響が出るとの見方があるほか、盛況とされながらも動員された予備役と、旧式の戦車などの戦闘車両で編成されたこの師団の戦力を疑問視する声も上がっていて、ウクライナ軍が第二防衛ラインも突破する可能性が高いとする見方が出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2023年6月初旬から始まったウクライナ軍による反転攻勢作戦においては、特に南部のザポリージャ州でロシア軍が強固な防御陣地を構築しているためにウクライナ軍の進軍速度が遅く、一部の軍事評論家やメディアなどから反転攻勢作戦は失敗したとする論調が高まりつつあったよね。そんな中、ザポリージャ州のオレホボの南にあって、ロシア軍の強固な見栄の防衛ラインの内側にあるロボティネを、ウクライナ軍が奪還したことが伝えられ、ウクライナ軍が第一防衛ラインを突破したことが明らかにされているぜ。さて今回はウクライナ軍がロシア軍の強固な防衛ラインを突破した戦法について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ここまでのウクライナ軍の戦い方について、元ウクライナ軍参謀本部の報道官であるとされているフラジル・ラフ・ゼルジニョフ氏の見解を、日本の TBS テレビが9月7日に報道1930で報じたよ。このフラジル・ラフ・ゼルジニョフがいつ頃参謀本部の報道官として勤務していたのか、あるいは本当に参謀本部の報道官であったのかについては何の確証もなく、ウクライナ軍の状況を本当に知っているのかは疑問が残るところではあるんだけど、その主張は次の通りだね。まずは昨年の2月24日から始まった、今回のロシアによるウクライナ侵略戦争について下方の戦争であると指摘、破壊された敵の下方の数が多ければ多いほど、ロシア軍の利用できる下方は少なくなるため、大砲兵戦は敵の戦闘能力を低下させることができる。として、ウクライナ軍がロシア軍の防御陣地を打ち破り南部ザポリージャ州のロボティネを奪還できたのも榴弾砲やロケット砲などの打ち合いを、ウクライナ軍が制して優位に立ったためであろうとされているのであるが、これは特筆することもない当たり前のことであり、参謀本部の内情に詳しい立場でなくとも語ることができるんじゃないかな。さらにこのゼルジニョフ氏は、ウクライナ軍は空中偵察、後方偵察を使って敵の大砲の位置を特定し、それを射程距離の長い高精度の兵器で攻撃を仕掛け、ロシア軍の戦闘能力を低下させることができ、直近3ヶ月でウクライナ軍は2000以上の火砲などを破壊したとして、これは非常に大きな数値だと述べているが、この数字はおそらくウクライナ軍が公表しているものであり、その信憑性は低いと見られているんだ。ただ、ウクライナ軍の砲撃によって、南部戦線でのロシア軍の榴弾砲や多連装ロケット砲システムが損害を受けていることについては、各方面の報道から事実であると見られていて、実際にロシア軍の砲撃回数が激減しているとの情報はあり、ロシア軍がウクライナ軍の反転攻勢によって下方に相当数の損失を出していることは間違いないと見られているぜ。ゼルジニョフ氏はウクライナ軍が独自に開発した下方の制御システムについても言及していて、2014年ロシア軍がクリミア半島軍事介入した際、圧倒されたウクライナ軍はその後9年にわたって下方の制御システムソフトの開発を行い、そのおかげで下方制御がより正確により短時間に行えるようになり、下方の設置から数十秒で攻撃ができるようになっているとして、その下方制御システムの優秀さを主張したな。このシステムは、GIS アータアプリとスターリンク衛星通信を組み合わせたもので、アメリカ軍の一般的な砲術式統制システムである砲兵射撃式統制システム TACFIRE や、先進野戦砲兵戦術情報システム AFATDS などよりも優れていることをアメリカ側も認めているね。GIS アータとはスマホからの入力やレーダーによる索敵情報を統合して敵の位置を確認し、さらに、この情報からミサイルの目標座標を最も効果的に攻撃できるように瞬時に判断し、さらに戦場に展開している砲兵部隊にそれらの目標座標を短時間に振り分けることが可能なシステムのことだよ。この GIS アータの導入によって、ウクライナ軍ではミサイル発射命令から発射するまでの時間が、導入以前の10分の1から20分の1にまで短縮され、従来であれば命令から発射まで20分前を要していたものが、命令から一部程度で引き金を引けるまでになっているんだって。部隊への攻撃指令を即断する GIS アータは、その素早い攻撃目標割り当て能力から戦場のウーバーとも呼ばれているみたい。ライドシェアのウーバーは、乗車を希望する顧客に対し、
市街を走行中の車両の中から最も適した車両を割り当てるシステムであるが、この GIS アータも、戦場に展開している自軍の火砲の中から最も適した火砲も攻撃指令を割り当てるシステムであることから、このような異名をつけられたってわけだな。さらに GIS アータは、このシステムを運用する複数の部隊の情報を統合して、効果的な砲撃を指示するために、各砲兵部隊はタブレット画面などに表示された目標に対して指示通りに攻撃を行うだけで、自動的に各砲兵部隊が連携した上で効果的な攻撃が可能となるぜ。そして、例えば榴弾砲と多連装ロケット砲システムマースなど異なる種類の火力によって同じ目標を攻撃する場合に、着弾の時間差の計算も得意としており、これによって3秒以内の誤差で同一目標に着弾させて敵陣を弾幕で包む、TOT タイムオンターゲット同時弾着射撃と呼ばれる攻撃手法を取ることもできるらしい。またウクライナ軍では GIS アータをミサイル攻撃での有用性だけでなく、兵站や通信のサポートなど幅広い業務における活用して進めているぜ。GIS アータをレーダーと連携させておけば、ロシア軍の所在を探知するだけでなく、ロシア軍がミサイルを発射した際にそれを検知して、着弾が予想される地点とそこに自軍の部隊が配置されているか否かを自動的に検出することができるもんね。そのため、ロシア軍のミサイルがまだ空中にあるうちに砲兵部隊に退避を指示することができ、ウクライナ軍の火砲の損害を抑えることに貢献していると見られているみたい。GIS アータの開発当初は、ウクライナ軍が保有していた旧ソ連製の火砲との連携を目的に開発がされていたが、優秀なウクライナのエンジニアはおそらく、西側諸国から供与されている各種の榴弾砲や高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムマースなどとのリンクも実施済みとみられ、反転攻勢作戦においてウクライナ軍の砲撃がロシア軍の砲撃を沈黙させていることに大きく貢献しているものとみられているよ。ところで、ザポリージャ州の戦線において、ウクライナ軍の進撃速度が大方の予想よりも遅いことの原因の一つに、ロシア軍が地雷を濃密に設置した広大な地雷原の存在があるんだ。先日、配下の汚職事件によって更迭されたレズニコフ元国防相は、ロシア軍の地雷原では1平方メートルあたり5つの地雷が設置されているが、この常識を超える数の地雷を除去するための装備が不足しているため、工兵などがロシア軍の砲弾やロケット弾が飛び交う中、手作業で地雷を取り除いているため思うように前進できていないとの状況について語っていたよ。しかし、ウクライナ軍が GIS アータの活用で砲撃戦を制したことによって、手作業による地雷除去が進み、そのためにロシア軍が三重に構築した防衛ラインの最初の一つを突破できたとされているぜ。ゼルジニョフ氏によると現在ウクライナ軍の最前線の部隊は、トクマクまで 23km の地点まで迫っているというな。しかし同氏は、第1防衛ラインを突破されたロシア軍は、急いで第2、第3の防衛ラインの強化を図るとの見方を示したほか、トクマク周辺に援軍として第76新鋭空挺師団が投入されたことについて触れ、ヘルソン州に展開していたとされる第7新鋭空挺師団もトクマクに移動していると指摘して、ウクライナ軍のトクマク奪還戦は非常に厳しい戦いになるとしているらしい。そして、ウクライナ軍がザポリージャ州において反転攻勢作戦の目的を達成するには、秋の雨季を迎える前にトクマク及びメリトポリ奪還を果たさなくてはならないんだけど、それらについては戦況から見て難しく困難であろうとの見方を示したよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナのハンナ・マヤル国防次官は2023年9月1日、テレビ番組に出演した際にウクライナ南部ザポリージャ州の数カ所の戦線において、ウクライナ軍がロシア軍構築した30の防衛ラインのうちの第1防衛ラインを突破したことを明らかにしたよ。また、ウクライナ軍がザポリージャ州においてメリトポリ奪還を図っている。ザポリージャ戦線に兵力を集中させた成果が出始めたと見られているな。そうだね。
さて今回は南部戦線の第一防衛ラインを突破したウクライナ軍について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。マリャル国防次官はウクライナ軍が6月初旬に反転攻勢を開始してからは、ロシア軍が異常なまでの高密度に地雷を設置した地雷原を突破するのに多くの時間を費やしてしまったとして、これまでの反転攻勢の進捗が思わしくなかったことの理由を述べた上でさらに、南部ザポリージャ州では進展が見られているが、地域によって状況は異なるとも述べていて、苦戦が続いている地域があることを示唆したよ。また、このマリャル国防次官の発言があった1日、アメリカ国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官もまたザポリージャ州の戦線において、ウクライナ軍の反転攻勢作戦に進展があったことを明らかにしたんだ。カービー戦略広報調整官はウクライナ南部ザポリージャ州での戦闘をめぐり、これまでの72時間でウクライナ軍による注目すべき進展があったと述べた上で、ザポリージャ州のウクライナ軍は、ロシア軍の第二防衛ラインに到達しており、ここでもいくつかの戦果を挙げているとも述べているね。ザポリージャ州で先日オレホボの南にあるロボティネを奪還解放したウクライナ空中機動軍空挺軍は、さらに南にあるボプロコピウカ攻略を目標としていると見られ、それに向けてまず東にあるベルボベの奪還作戦を進めており、一部がロシア軍の第二防衛ラインに到達しているってわけ。このウクライナ軍空中機動軍の動きは、ベルボベを奪還して解放した上で、そこからノボプロコピウカを北と東の側面から攻撃する狙いがあると見られているな。ロボティネをめぐる1ヶ月に及んだ戦闘は、ウクライナ軍の反転攻勢作戦の転機となったってわけだ。ウクライナ軍旅団はロシア軍が第一防衛ラインの外側に設けた高密度の地雷原や塹壕を、少しずつ破壊しながら慎重に部隊を進軍させて、ロシア軍で防衛に当たっていた第58諸兵科連合旅団などの部隊を少しずつ損耗させていったからな。このロボティネ奪還作戦の戦闘におけるウクライナ軍とロシア軍の戦車を含む戦闘車両の損耗数は、ほぼ同じと見られているのであるが、攻撃側と防御側の戦闘車両の損失比率が1対1であるというのは戦闘の常識とは異なる数字であり、軍事の常識からすれば通常は攻撃側の軍隊が守備側に勝利するためには防御側の部隊の3倍の兵力が必要とされており、攻撃側が防御側と同程度の損害で済むことは稀なんだ。このようにウクライナ軍が攻撃する側であるにもかかわらず損失が同等であった理由として考えられるのは、砲撃戦においてウクライナ側がさらに優勢になっていることが考えられるよ。アメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO から供与された牽引式及び自走式榴弾砲や、高機動ロケット砲システムハイマース、M207 などの多連装ロケット砲システムマースを、多数装備しているウクライナ軍の砲兵部隊は、GPS 誘導砲弾やロケット弾にクラスター弾などによってロシア軍に大きな損害を与えるようになっており、両軍の砲撃戦による榴弾砲やマースの損害比率については、ウクライナ軍の損耗数を1とすれば、ロシア軍の損耗はその3から4倍に上っているとされ、ザポリージャ州の戦線においてロシア軍の砲兵部隊による砲撃が弱まっているとの見方が出ているね。8月23日に、ロボティネの守備に当たっていたロシア軍部隊はこの状況によってロボティネから敗走し、ロボティネの市街地にウクライナ陸軍第47機械化旅団が突入して、廃墟と化した建物に奪還を宣言するウクライナ国旗を掲げたよ。ロボティネの高台からは、ウクライナ軍の次の目標であるノボプロコピウカが目と鼻の先のように近くに見えていたはずであるが、ウクライナ軍のノボプロコピウカへの部隊の進め方は、これまでロシアがウクライナ侵略を開始してから1年7ヶ月に及ぶ戦闘経験によって慎重に行われていると見られているんだ。ロボティネから進軍するウクライナ空挺軍の第46空中機動旅団と第82空中強襲旅団の部隊は、そのまま直接南に進軍するのではなく、東のベルボベ方向に転換したが、この動きは、反転攻勢作戦においてドネツク州南部からアゾフ海沿岸のマリウポリやペルジャンシクの奪還を目指して、モクリアリー川沿いに南東に進撃しているウクライナ海軍歩兵旅団が、
ウロジェイネを奪還解放した際に側面に回り込んでロシア軍の補給路を断ってから、ウロジェイネの攻撃を仕掛けたことを参考にしたものとみられているな。第46空中機動旅団と第82空中強襲旅団が攻撃を仕掛けているベルボベのロシア軍部隊は、自動車化狙撃連隊と特殊部隊旅団が1個ずつ、その他3個の予備大隊しか配置されておらず、7個連隊が配置されていると見られているノボプロコピウカよりも戦力が大きく劣っているぜ。このことにロシア軍司令部は1週間ほど前に、東部戦線で強力な予備兵力として再編成を進めながら温存していた第76新鋭空挺師団を東部から南部へ移動させて、ロボティネのウクライナ軍に対する守備強化に当てていると見られているね。この第76新鋭空挺師団は、数千人の空挺兵を要する前線任務担当の3個連隊を隷下に置いている他に、T90 戦車や T72 戦車の最新改修型などを装備しているロシア空挺軍の中でも強力な師団なんだ。移動した同師団の部隊は先日ロボティネから南20クムほどにあるザポリージャ州の交通の要衝であるトクマクに到着して、早速ロボティネのウクライナ軍に対して砲撃を実施したと伝えられたよ。第76新鋭空挺師団は東部ドンバス地方、特にルハンシク州の前線における予備部隊とされていたため、現在ロシア軍が優勢に展開しているルハンシク州では予備が不要と判断したものとみられているけど、ルハンシク州のロシア軍が攻勢に出ることができていたのは予備として、第76新鋭空挺師団が存在していたことが大きかったとの見方があり、このことでルハンシク州でのロシア軍の攻勢が沈静化する可能性が出ているね。このようにロシア軍が東部戦線から南部に予備兵力を回していることについては、南部戦線における予備兵力がすでに枯渇していることも考えられ、この第76新鋭空挺師団の配置次第でノボプロコピウカの奪還が左右される可能性が高いみたい。ロシア軍が第76新鋭空挺師団をウクライナ軍第46空中機動旅団と第82空中強襲旅団が迫る。ベルボベに配置すればノボプロコピウカが手薄となるため、ロボティネ奪還に当たった第47機械化旅団や第65機械化旅団をそのままノボプロコピウカに進軍させれば良いし、第76新鋭空挺師団をノボプロコピウカの守備に配置したならば、第46と第82の2個旅団でそのままベルボベを奪還した後に、ノボプロコピウカを予定通り包囲すれば良いことになり、ウクライナ軍はロシア軍の動きに合わせて対抗することができるな。ウクライナ軍としては第76新鋭空挺師団がどちらの動きをとっても良いように構えておけばよく、ロシア軍にとっては、この第76新鋭空挺師団がウクライナ軍の進軍を阻止できない場合、一気にトクマクまでウクライナ軍の進軍を許す可能性が高いぜ。一方、ザポリージャ州ではロシア軍が占領している地域への政策として、プーチン大統領が9月の新学期が始まるのに合わせて子供たちを前に特別な授業を実施し、ザポリージャ州出身の子供の質問に答える形で、ロシア政府は併合した地域のために大幅に予算を組んだとアピールした上で、ザポリージャ州のウクライナ人の子供たちのロシア化を進める考えを強調したと報じられているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。